枯葉の最初の4小節は B フラットメジャーと捉えます。では一度1行目だけをやりましょう。枯葉の1段目、つまり A メロの最初の4小節、 C マイナー、 F7、 B フラットメジャー。一つ私がよく使うパターンは C マイナーのアルペジオを半音したメジャー7から始めたりするパターンですね。B natural でルートで E flat G B flat で、ここで F7 というふうにクロマチックアプローチをして F7 から B flat に向かいます。G から攻めてという手もありますね。 So パターン2が C マイナーに対して F シャープで F で、これ B フラット、これに基づくスケールは C、C から考えるとハーフトーン、ホールトーン、ディミニッシュが使えます。4小節目の E フラットメジャー7ですが、ソロの時には特に気にしないです。チャーリー・パーカーが時々やっているフレーズを紹介します。B フラットに向かって降りてきます。オルタードをつけるとF のシャープ9とフラット9が両方加わってます。オルタードでもう一つ思いついたのが、ホールトーンスケール B ナチュラルから始めると、B は F の裏コードなんですね。F7 にとって一番大事なサンドと、もちろんルートと E フラットセブンスが含まれているワークスで B フラットに着地する。ではこの
チャーリー・パーカー・スターターの3パターンを試してみましょう。フィドルで使われるようなラインなんですけど、 C マイナー F7 を弾いちゃって、でここから B フラット、 So B フラット 6 3rd